で、みんなに、中央受けるんだけど、中央ってどこ、何かに行ったらいいって言ったら、それはもう放火だ。はい。そんなにいいのって言ったら、いや、放火はね、司法試験の、まあ、合格率から言っても、東大より上だって、そうなんですごい気に入ったんですよ。じゃあ、それにしよう。一方的に決めてですね。で、ところがその入学金がないので、じゃ あのしばらくお金を貯めてから行こうと思って、2年間なんか遊んでたんですよね。バイトって言っても最後がね、ナイトクラブなんですよね。ナイトクラブ、ナイトクラブのね、あの バンドボーイなんです。バンドが入って、そうそこでボーイをやってる。バンドボーイってご存知ですよね。ドラムセットして、はい、で、それでその時々トラって言って、あの、まあ、なんていうか臨時にベース弾いてろと言って、だから全然わかんないからベースめちゃくちゃ弾いてたんで、みんなものすごい苦労、はい、迷惑してたんですよね。でも終わったらね、まあぼや飲み連れてやろうか、あぜひお願いします、はい、すぐ行くですよ、12時終わってから3時ぐらいまでは飲んでるんですよ。で、明る朝7時には起きて妹たちの弁当作ってやって、はい、それからあの最初のバイトのなんか建築屋に行くんですよ、はい、でそんなことをやってたんでね、まあ金がたまんないんですよ。全然ねたまんないんだけど、まあ受かればなんとかなんだろう、はい、で東大ね、1時受かって2時滑ったんですよ。立派なもんですね。で、あ、これはやっぱりダメだと、8科目もあるから無理だべって思って。あ、当時8科目だったんですか。うーん、ところがね、8科目だろうが1科目だからね、関係ないんですよ。全然勉強してないんだからね。お、確かに確かに僕が唯一勉強したのはね、全国大学入試問題ってこんな厚い本をね、はい、無理して買ったんですよ、本なんか買うくらいなら飲んだ方がいいと思ってるんです。でもそれを買ってね、最初から最後までね、一字も余さず読んだんです、1回、質問と答え、でこれで終わりです、私の受験勉強。羨ましいですね。あ、もう煮えてるみたいですよ。しいですね。だから、はあ、知識はないんですよ、だからね、それは何なんですかね、集中力ですか。ないものは出てこないじゃないですか、いくら集中しても、はい、だから多分インスピレーションですね、どっかから来る。どっかからってのは自分の中から来るんですよ。はいはい。で、まあ中央はね、4科目だったんですよ。はい。もう最初から受かるつもりでいるから、行動行ったら、すっごい人がいてね、こんなにいっぱいいるんだけど、これ7人ぐらいこの中で受かるのって言ったら、まあ10人ぐらいでしょうかって言うから、へえ、すげえんだなと思って、はい、でみんな一生懸命メガネかけて勉強してるんですよ、はい、試験場に来ても、だから他と思ってさ、で、試験を受けて、受かったに決まってるから自分の中では、で、どれが合ってるか合ってないかなんて全く考えたことがないんですよ、ね、で、終わったから遊びに行こうと思って、それでね、クーポンを買ってね、東北一周の旅のクーポン買って、それで東北一周行ったんですよ、妹をたらかして、はい、ほんで、ものすごくこう貧乏旅行をしながら、金がなくなったら帰らざるを得ないっていう、はい、でそれで、ついに金がなくなって秋田の小川半島のところで金がなくなって、それで帰ってきたら、1週間ぐらい前に電報が来てて、受かった、ほら見ろって矢口さんの、じゃあそういう勉学の苦労っていうのはほとんどないってことですよね、いわゆる一般的に言われている。さっぱりないね。え、そうですよね、本人も、もうまあ苦労というかやってないんだから、苦労も何にもないですよね、うん、
僕の中には確固たる信念があって、はい、自分が思ったことは必ずその通りになるっていう。それはよく聞きます。それは正しいと思います。とても。でもそんなに簡単に思った通りにならない世の中なんで、だから極めて山口さんの場合は僕は特別だと思いますけど、でも言ってることよくわかります。あのならないと思ってるからならないんですよね、その話を聞いてもそんな甘い話はあるわけがないって思っちゃう。そうなんですね。世の中そのその通りです。それだからダメなんですよ。おっしゃる通りだと思います。僕みたいに、なんていうかな、徹底的にアホだったね、はい、楽観主義もいいとかですから、うまくいかないと思ったことが一度もないんですよ今まで。はい、何でもうまくいくと思ってる、その通りになるんですね。私も同じイノシシ年生まれですけど、そこまで楽観的にはなれないで結構頑張った方で、僕は高校受験でちょっと滑って落ちて、でその中学の先生のお宅に卒業寸前にみんなで集まって、はい、まあ私だけは落ちないと先生は思ってたのに私だけ落ちたって言うんで、本当その中学の担任の先生本当申し訳なかった小野君って言うんで、でまあ謝られても落ちたのも私ですから先生が謝ることはないですと、でまあそんなことで紅茶かなんか飲みながら、将来みんな何なんだとなんとかって言ったら、まあ相田君ってのは将来ちょっと建築関係の仕事をやりたいです理数なんでとかみんなそれぞれ言って5、6人で行って、で小野君はって言われたんで、そこで矢部さん言っちゃったんですよ、僕将来 NHK に入って国会前から政治レポートします。小野君アナウンサーになりたいのって。そうなんです。だってまだみんなの前でいろいろ喋れないでしょうってから、いやこれから喋れるようにしますって言っちゃったんですよ。そうしたらその先生が言ったのが、小野君だったらね、行く大学は1個しかないよって、で学科も1つしかないから、そこに行けばかなりの確率で入れるから頑張ってねって言われて、あ先生どこなんですか、早稲田のね政治経済学部の政治学科だよ、あそうなんですか、わかりました、じゃあそこに僕、邁進したいと思いますって言って高校行って、で落語研究会やってて、で高校3年ぐらいになって、あじゃあちょっとそろそろ来年の、受験もあるから、どういう問題なのか見てみようかなと思って図書館に行って過去問開いたんです、早稲田の政経の、これは何を僕に問うてるんだこの長文読解っていうのは何なんだこりゃあかんだろうと、俺目標向かってやんないといけないだろうと思って、それでもうその落語から少し離れながら、じゃあ単語一つ一つ覚えるかと初めて、で当然ながら偏差値低いんですよ、応募者の全国模試なんかでもとてもとても歯が立たないぐらい、あそんなのあったんですよね、でもそこって約束しちゃったし、そこに行かなきゃいけないんだって強く思ってるもんですから、はいはい、で少しいろいろと寄ゼミとかいろんなところの、予備校の全国模試みたいのを受けて、志望校を書くわけですね、早稲田の政経とか、でちょっと早稲田の法学部とか、いろいろ書いて出すと合格率0、0、10% とか出てきてこりゃあかんだろうと思って最後の最後に1月に早稲田のそばにある早稲田ゼミナールっていう予備校が最後の模試ですっていうんで、受けに行ったんですよ、どうせダメだろうと思って、で早稲田の政治学科って書いて出したら、今のあなたの実力受かる確率 80% 出たんです。で俺今そんなところまで来てんのって言うんで、担任のところに行って、実は今度私4学部出ました、早稲田を、でどこ受けるんだものって言うから、早稲田の政経と法学部と小学部と文学部、これ4つ出ますすごい、あそう、この知ってるか受験料、あ知ってます、5000円です、お前捨てるか5000円、いやいや樋口先生捨てませんよ、あと80%出てますから、やめろ、お前は捨てることになる、もうちょっと落とせっ
って言われて、うん、でもいやもうこれできますって言って、うん、受けたら受けちゃったんです。すごいですね。だから矢吹さんの話聞いてて、矢吹さんは全然勉強しなかったけど、僕は一応一心不乱に頑張ったんです。偉いだからでも自分のお受験番号今度覚えてます、112番。へえ、俺受かっちゃったんだと思って、で受験票を持ってその学務課に行って、あのこれ確認なんですが、私受かってないと思うんですが、もう一回こちらで確認と、いやいや君受かってるよ、じゃあ一応書類は全部出す、じゃあお父さんお母さんに言って当該銀行に入学金と入学金だけは最初に納めて、授業料もよかったら1年分納めてください、当該銀行ですね、はい分かりましたってうちに持って帰って、でうちの親父が受けてみるもんだなで、それで受かったっていうもんですから、あこれでアナウンサーになろうっていう意識が、だから鹿島さんっていう担任の先生がそれ言わなかったら私はそんな気持ちになってなかった。それから一心不乱でアナウンサーになろうと、もう大学では勉強一切しない、放送研究会でひたすらそのやっぱり最初にね、東大でその NHK のアナウンサーになりますって言った時にもうすでに、はい、心の中では自信があったんですね。